さん、こんにちは。おはようございます、こんばんは。さてさて、どれでしょうか。さ、今は、今日はハワイにいます。今ハワイは2024年8月6日夜の7時8分、気温は26度、ウィンディーです。さ、今日はね、今ここアラモアナセンターの真横の道路、アラモアナブルバードをカカアコ方面に歩いています。というわけで今日はここら辺からスタートを行ってみましょう。ちょうどね、サンセット時間で、あ、見えないな、あれ。今日はね、道の歩く側を変えてみました。いつもはあちら側なんですけど、今日はここ、ちょうどレアレアのバスも今通ったところです。さあ、オリンピックもね、もうね、後半となってきてね、いよいよですね、盛り上がってますねって、多分私だけかもしれない、私たちだけの間だけかもしれないけど、日本はどうなんでしょうか。まあ、オリンピックはね、興味ある方とね、ない方もありますしね、まあ皆さんが皆さんね、そんなスポーツが好きっていうわけではね、ないと思うのでね、まあ、このオリンピックの話もほどほどにしようと思うけど、でもやっぱりさ、興奮してしまいますよ。卓球に関してはね、日本の団体戦がね、男女ともにね、今4強に残ってるからさ、楽しみです。なんかさ、同じさ場所を歩いてるんですけど、やっぱり道が、この道路のね、あちら側か右側か左側で全然見える景色と感じる風景と全てが違う。これは新しい発見ですね。やっぱ全然違うな。なんか向こう側にいるとさ、結構なんかシティの中を歩いてるっていう感覚になるんですけど、こっちだとなんかすごいね、ね、ネイチャー、自然の中にいるって感じの感覚になる。なんでだろう、こんなちょっとした差なのにね。さあ、こちらがナウルタワーですね。さあ、こちらはアラモアナにある、アラモアナビーチパークにあるテニスコートです。そうそうそう、ハワイでね、もし旅行中とかにテニスがしたいなって思われる方がいたら、ぜひご連絡ください。そう、お友達のね、ハズバンドが言ったかな、インスタでは書いたんですけど、そう、あのテニスがね、上手な方がいて、その方がね、ここら辺とか、あとカカアコのね、コンドミニアムの中とかにね、テニスコートあるんですけど、そこでね、コーチレッスンとかしてるのでね、よかったらハワイでもね、ワイキキでもしてますね。ハワイでテニスされてる方からしたらね、こんな気持ちいい中でテニスできるなんてっていうね、感じだと思うのでね、特にあのカピオラリンパークの中とかね、ダイヤモンドヘッドしただし、すごい気持ちがいいと思うんですね。そうなので、もしハワイでテニスしたい、もしくは卓球したいっていう方がいらっしゃったら、ぜひご連絡いただければと思います。そう、以前ね、世界卓球っていうのがあって、プサンであったんですけど、その時にね、福岡県のスポーツ課っていうのかな、スポーツ庁、そうそう、の方々とね、お知り合いになってね、前回福岡行った時にさ、県庁にね、遊びに行かせてもらって、ご挨拶させてもらってたんですね。で、その方々もね、パリオリンピック見に視察見しに行ってきましたみたいなことを言っててさ、ちょっと待って、オリンピック福岡で可能性があるってこととか勝手にさ、なんか思ったりしたんですけど、いや、ないと思いますよ。そうそうそう、でもなんかもう一回ね、オリンピックが日本である、でも冬季なのかな、なんか問題っていうか、なんか話題に上がってる日本のニュースは読みました。あー、気持ちがいいですね。この図めちゃくちゃいい。なんか最近さ、夜の特にロスドレスと
いや、ロスドリスが一番多くないですかね、最近すっごい行ってる。あとドンキホーテ、なんかそんなお買い物でもないけど、お店ブラブラ動画になっちゃってますね。大丈夫かな。あの朝のね、朝焼け最高とか言ってた頃がもうすでにすっごく懐かしいんですけど、またねオリンピックが終わったらね朝方に戻そうと思うのでね、もうしばらくあと1週間ぐらいお待ちください。もう本当に朝やばい、逆転しまくってますね。さあさあさあ、今はですねカカアコの卓球場にお迎えに、歩いてお迎えに行っているところです。そんないつも通りのね火曜日の夜です。夜か、7時15分だから夜ですよね。あれ、今日はサンセットが綺麗に見えませんでしたね。まあこんな日もあるか。そう、そして本当はお盆に日本にね、私の地元に、実家に帰省をねしようと思ってたんですよ。お盆はね、やっぱり私にとっては、なんだろう、お盆と年末年始は親戚みんながさ集まってさね、いろいろ行事というか、ご飯食べたりとか、まあ、それだけでね楽しい行事じゃないですか。それがねあるからね、今年はね、そう、夏にねお盆に帰った記憶がなくて、アメリカに移住して私がね、なので今年は帰れたらいいなって思ってたんですけど、もうみんなから大反対されて、本当に暑すぎるからもう帰ってこん方がいいみたいな感じになって、え、相当そんなに暑いとって思ってさ、で、まあ、結局ねもう帰らないことにしたんですね。ね、残念。そんなに暑いのかな、その暑いっていうさレベルがわからないからあれなんですけどね、だから8月日本と韓国かなと思ってたんですけど、それもなくなってね。でさ、昨日さパッて見てたら、インターネット見てたら、またハワイアン航空のねセールが始まってて、そうで、福岡とホノルル、あ、ホノルルと福岡ホノルルかが599ドルでなってるからね、ちょっと9月はね行きたいなと思っています。あー、この図もいいですね。さあ、今日はですね、今いた、静電気だ、めっちゃ静電気来るね。今日は今ね深夜1時です。超めっちゃ久しぶりに深夜のドンキホーテに来ました。もうね今お客さんねほとんどいないので、ちょっとゆっくりとねいろいろ見て回りたいなと思います。このね、食べたことある？このシュガーキスメロンが美味しいんだって。うん、甘いって言ってたよ。でもドンキホーテのは分からん、ホールフーズのとかは美味しい言ってたよ。何見よっか。これ何？ネギ？うん、新鮮なのあるかな。フレッシュある？ここ、ちょっと汚いね。なんか、あ、そうやん、鉄ここにもあるね、ありますね。 28.59 ドル、フードランドよりちょっと安いのかな。こっちも多分これもそうだと思う、5ドル。
違うかな、これここのオリジナルかな、どうかな。マカダミアナッツクリーム美味しそうね。ここにねちょっと見切り品みたいなの感じで安くなってるのも置いてありますね。パン相性抜群パンだよ、小豆とバタークリーム、うん、そうだね。いくらなんだろう、不動の人気バニラクリーム、コロネ、パンはあるあるね。ここは何？中国と韓国コーナー？韓国コーナー。なんかある？でもなんか日本もあったよ。ザルそば、急に現れた。あとはここは韓国だね。私の好きなこれあります。でもね、ちょっと高いけん。じゃあ次のコーナーへ行きましょう。ここはなんだっけ、シリアルとかかな。私たちシリアルとかね全然食べないね。たまに食べると美味しいけどね。私があまり好きじゃないね。あ、でもフルグラ食べるやんね。そうや、日本が好きやん、カルちゃんね。ね、アメリカのよりね。もうアメリカはずっとおるけん、もう嫌っちゃろ。ね、日本が好きよね。あー、一覧食べたい。ね。ここには一風堂。でもこれは鍋だ。鍋だね。もつ鍋ではないよ。こっち。もつ鍋食べたいね。ずっと言ってるね、昨日からね。もつ鍋作ってって言われました。作る、ここでどうやって、ね、やっぱちょっと博多人としてはさ、もつに対してね、すごいもつ鍋に対して、こだわりがあるというか、ね。だけん、ちょっとこう、新鮮なもつを、どこで、あ、でもそっか、あるか、ルートは。コーヒー買おうか。コーヒー？豆腐。豆腐？うん、豆腐買おう。もつ鍋食べたいね、安藤さん行きたいね。うん、何これ、カラ？ん？ラムネ？すごいね、なんかハワイのだね。あ、いいね、深夜は誰もいないからね、すっごい歩きやすいというかね。何買う？ヨーグルト？何もいらんか。ん？あれ？ここに戻ってきたね。ん？安いね、なんか 1.69 ドル。そうやん、豆腐さ、仮品のさ、近くにさ、あの、ファクトリーあるんだよ、これの。そうだよ、アロハ豆腐の。だから行こうねって言ってたね。忘れてた、今思い出した。ちょっと近々行こう。アロハがいいんじゃない。うん、何、スンドゥブ作ると。なんで豆腐？うん、なんでもいいよ。うん、アロハ豆腐 3.69 ドル。あとネギを買ってます。あんまり、うん？どれ？どこどこ？クイックセール？は何だろう？ガンモ豆腐。これも豆腐？
豆腐だけど、うん、なんかこれはごまの豆腐だって、うん、ごま、セサミ、セサミ、うん、だからこのまま食べるんだよ、うん、このまま食べるんだよ、これこのまま食べる、そう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 、うん、食べる、1個だけ買ってみる、でも美味しいと思うよ、ごま豆腐私好きだよ、うん、99セントだけね、例えばね、うん、多分あったと思う、ごま豆腐どっか見たよ、ちょっと待って教えようか、あ、ないね、ない、卵豆腐とかしかない、ちょっと違うけど、なんかちょっと違う、何もない、卵豆腐もあるじゃん、そうだよ、これは卵豆腐だよ、見て見て、なんかすっごい高くない、こんなに高いこれ、うん、でもニューヨークで、うん、ダラートリーとかこれあるよ、本当、うん、だからワンダラーだよ、めっちゃ高いね、4ドル、やっぱりちょっとこうアメリカのものとかはね、私はハワイすごい高いと思うね、本土よりも、でも日本のものはハワイが安いね、需要もあるからだろうね、あと近いしね、うん、何これ、あ、これハワイ、ハワイ、ハワイ言えんかったハワイリミテッドじゃん、かわいい、かわいいね、 3.29、 お土産に良くない、これただパッケージだけだけどね、いいね、かわいい、かわいいリミテッド、なんかあるかな、これさ、今さふと思ったけどさ、ちゃんとこれ手書きだね、あ、手書きではないか、え、でもすごいな、日本みたいやん、今さら気づいたスパム、普通のスパム、ここにはないんだね、あったあった、これ、え、これ今までなかったよね、こんなに、こんなにハワイアンコレクションね、うん、あった、気づかなかったね、私たちはこのハラペーニョが好きです、何回も言ってるかな、スパムだったらね、さあ今日はですね、今ねちょっとお見せした子、1時16分深夜の、あ、アイス買おうかって言ってなかった、うん、コペンハーゲンのこれ安いよ、 5.99、でもちょっとチェックして最後に買おう、後で、マグナムは7ドル、すごいちょっと溶けてるね、今日メローナ安い、ちょっとだけ何で笑うと、何で笑うと、何何、メロウナが好きじゃないんじゃろ、知っとうよ、あ、そうやん、いつの間にかもうまたトッポギ入っとう、ここにトッポギ、でもビビゴのだから美味しそうね、ビビゴ好き、ビビゴと、なんだっけ、もう一個あるよね、それ日本で有名だよ、ビビゴと何、あ、オットギみたいな、オットギ、うん、ビ CJ も有名だ、 CJ?ちょっとわかりませんね、何でしょう、 CJ、 ここら辺にあるよね、韓国のフローズンコーナーもね、そこにある、 CJ、 ここにあるね、 CJ ある、ある、最近 H マートとパラマ全然取ってないね、よく行くんですけどね、それずっとドンキホーテばっかりになってるよ私たちドンキホーテばっかりに来てる人みたいになってる、なんかドンキホーテに来るときってさ、時間があるときに来るよねだからゆっくりこうね、ビデオを回せるというかね、
だからなんかホールフーズとかはちょっとね人が多いっていうのもありますし、なんかね緊張してねちょっと回しにくいんですよね。でもなんかドン・キホーテは私すごい好きだよ。このなんか誰も見てない感じというか、なんか日本やけんかな、日本っぽいけんかな。そしてこのねドン・キホーテの深夜の深夜のドン・キホーテはもう一番最高。でもタイムズもいいね。まあ同じ系列やけんや。すっごい回しやすい、回しやすさだけで言うとですね、ね、お届けしやすいですね、うん、ここはソーセージ。これは 3.99 ドルですね。サムズで買うと4個で10ドルとかで売ってます。私あれ好きです、あのハワイのね、ハワイのソーセージ会社のソーセージです。こちらはお肉コーナー。お肉あるの？肉？家に？うん、あったかな、ない、わからん。あるある、プルコギはあるよ。めっちゃある。ワンパックだけあるよ。うん、うわこれ美味しそう、見て、鹿児島和牛単価55ドルだ。やばいやばいやばい。黒豚11ドルです。黒豚、プロダクトオブカナダの黒豚。カステラじゃん。どこ？カステラ？カステラ。すごいね、ちゃんと。びっくりした、漢字いつの間に読めるようになったと思ったらさ、ここやった。ここ読んどったとね、うん、でカタカナ読めるよね、うん、漢字が難しいんでしょね、うん、カステラ上手。うん、カステラは上手だ。カステラはわかるね、うん、ひらがなもわかるよね、うん。あれ、なんか人が増えてきたね。なんで？今1時半だよ、深夜。なんでかな、みんなお腹空いた？そうだよ。やべ、帰ろっか。スパム買うの？ハワイアン。イエーイ、ハワイアンスパムをちょっとトライしてみよう。でも外だ、パッケージだけでしょ？インサイドも違うのかな？ちょっと違うじゃん。本当？インサイドも？なんて書いてる？ハワイアン？これレスソーディウムだよ、レス塩だよ。見して、レス塩。あ、本当だ。でもレス塩いつもあるじゃん。ん？レス塩。あ、このライトだけか。うん、ちょっと待とう。ホットスパイシー。スパム。照り焼き。スパムすび食べたい。お母さん、お母ちゃん、うん、めっちゃスパムスビ作るの好きだよ、うん、だからこれ今度買っていこうって作ってもらおう、うん、でもこれオンリーデザインだよ。オンリーデザインでしょ。いらないよ、いる、うん、でもじゃん、ハラペーニョでもいいよ、うん、ハラペーニョ、ハラペーニョが好きじゃん。いいの、買ってみる。じゃあ買ってみよう。セームやけどね、まあ可愛いけんか。じゃあ帰る、ちょっとブラッとして帰る、うん、うん、さあしよう。うん、多分それめっちゃ高いと思うけど、どこにあるね、どれがどれのことを言ってるのかな。丸い食べるらしい。醤油、醤油、醤油じゃない、チリソースでもない、梅丸。チリソースあるじゃん。チリソースじゃないんだよね、これ。スイーチリソース。チリソースじゃないんだよ。のり黒梅。ちょっとわからん。これある。わかるじゃん。ね、これ。うん、そうそう、あるね、買ったね。わさびじゃないよ、これ。柚子胡椒だよ。うん、好きやね、うん。ちょっとチェックしようか、あのプライスで。うん、マイコハンヒーヒー。こっち？うん。
なんだろうこれ、めっちゃ可愛いし、か辛そう、世界一辛い舞妓飯ひひ七味。そう、ここにねプライスチェッカーがあります。何個か、何箇所かあるんですけど、そこいらないいらないね。さあ、なんかちょっと久しぶり来たね、このお土産コーナーね。ちょっとだけ見よっか。あ、そうだ、コンタクトのね駅ないんだけど、なんかすっごい高い。ちょっと他のところで見よう。なんか30ドルもするようになってる。内側は日本のね薬もあります。そして24時間買えるっていうのがね便利よね。なんかねあった時とか。すっごいシーンとしてる。いつもここはね日本の方々がお土産探しでねワイワイガヤガヤしてるんですけど、さすがにいないね。そうですね、1時半ですね。いらっしゃらないですね。皆さんもう寝てるかな、疲れてね。私も旅行だったらもうこの時間疲れ果てて寝てるよねわあ、なんか高いね。37ドルもする。これ41ドルもするよ。あれ、こんな高かった？違うよね、サムズクラブとかコスコとかもっと安いよね。20ドル。なんかすごい高い、なんでかな。あ、でもこっちは29ドル。なんかこれも高い。もっと安いと思う。どこが？これもちょっと12、うんうんうん、バスがもう29ドルとか。本当？そうだったっけ。なんか高いね。6個で28。あ、これ6個で51ドル？え？どういうこと？なんか高くない？あれ？あれれれれれれ？見て見て。これ何何？これだ。6？ うん。これ6で51ドル？え？本当？なんだよ。本当？あ、でもなんかちょっと違うんじゃない、ほらファンコレクションって書いてるよ。これ違うね。それ1個でいくら？ん、これ、うん、1個も高いね。なんかこれ8ドルもするよ。ん、あれ、こんな高かった？日本円にしたらやばいね。1400円とか。うん、やばいよねこれ多分は2ドルとかだ。2ドル、そうやね。いやいやいや、あ、いやいやいやだね。絶対ダメだね、高いね。うん、うん、これが10ドル。どれが10ドル？わあ、高いね、うん、この大きさで10ドルか。高いね、やっぱちょっとドンキホーテ私たちは思うには高いよね、うん、このお土産コーナーはね。でもスペシャルだね。スペシャル？本当だね、ホットスペシャルになっとうよ。スペシャル高いねそうだね、スペシャル高いね。スペシャル高いね、高くて見てこれとか 7.49 だよ。めっちゃ高くない？やば、高い。3個で21ドルか、高いと思います。あ、でもこれはさ、ほらこのぐらいじゃない。でもこれ12個で20、あれ高いね。ちょっとちょっと最近見てないからさ、検証しに行こうか、うんうん、サムズとね、うん、コスコにね。何これ、サービスマット、トラベル、トラベルじゃない、なんて読む、トラベル、トラベルじゃないよ。
で、あ、トライベートマット、トライベートマット、あ、これはちょっと上でちょっとハッポテトかな、鍋敷みたいなことかな、うん、シリコンのね、うん、すごいね、ハワイハワイ。これはもう、うん、もうキャンもこれでオープンしてる。本当？キャンも？すごいね。ノンスリークリップ。本当だ。リードオープナーだ。すごいじゃん、うん、大活躍やんそれね。あ、なんか言ってるよ、クロージングレジが。ここ24時間だけどさ、なんか一回閉まるじゃん、ちょっとレジが。行こう行こう行こう。じゃあちょっとそんなわけでね、レジが閉まっちゃうので帰りましょうか。はい、うん、こっちこっちこっち。わ、ケロッピだって懐かしい。ごめん、ちょっと私ごと知らんやろ。かわいい、ケロケロケロッピだ。はい、というわけで皆さん、今日はねここで終わりたいと思います。ではでは、また明日。わ、ポケモンの増えとうやん、教えてあげないか。バイバーイ、走れ。